スーパーファミコン、ニンテンドースイッチオンライン。はい、あおーす。今日、スーファミの、スイッチの、オンラインスーファミ、なんだっけ、なんかわかんないけど、スーファミのソフトがね、ニンテンドースイッチオンライン加入者は、なんかもう無料で、スーファミのソフトが遊べるという、スーファミのダウンロードが開始されました。なんかだいぶまとまってないですけど。ちょっと今回はですね、それで、マリオワールドをちょっとやっていこうと思います。どうもどうも、犬です。マリオワールドを、もう、なんですかね、マリオワールドを全ステージ、もう、ね、1の1から、まあ、クッパ城、裏面、まあ、スペシャルステージとか、まあ、なんかいろいろありますけど、もう全ステージ制覇するまでやっていこうかと、思います。はい、そんな感じで、今度の舞台は恐竜ランド。何やら怪しいこの島で、またもやピーチが姿を消した。こいつはきっとクッパの仕業。よし、ということでマリオがピーチ姫を助けに行くという、まあおなじみのやつです。ヨッシーの家。ブン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 、いらっしゃい。僕はクッパから仲間を助ける旅に出ます。ご用の方は残念でした。スーパードラゴンヨッシー。スーパードラゴン。まあ。ディンディン。で、左に行くと、ヨースタートコース1。やっていきましょう。これ。ディンディン。ドラゴンコイン。これ5個集めると、ワープー。おぉ。開幕ワップするんすよ。おい2回出てくるんじゃない、これもう1回来るんじゃないの、来ないか。ティン、これなんだっけね、このなんちゃらドラゴン2回踏まなきゃ倒せないけど、こいつスピンをすれば一発で倒せる。ティンテレデンテン、結構ね、ティン、マリオワールド操作性がいいんで、まあレトロゲームというとなんかね、まあ懐かしいっていうのもそうですけど、でん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 、やっぱ昔のゲームって名作って言われるやつでも今やったらなんかね、操作性が微妙だったり、やってみるとそんな面白くないとかいうのもまあよくあると思うんですよね、正直な話。ワンポイントアドバイス、余分に取って余ったアイテムは画面の上に1個置いておきます。セレクトボタンに取れたりもします。まあでもマリオワールドはね、もう操作性は今やっても全然すごいいいですから、ステージもいっぱいあるんでね、ぜひぜひね、今回このスイッチのオンライン加入者はもうみんな遊べるようになったんで、ディリンディンディンディリリディン、この機会にね、ひょっとしたら本当に初見でやる人もいるかもしれないですけど、マリオワールドはもうスーファミのソフトの中では非常におすすめのソフトなんで、ぜひぜひ。あ、この動画も入れないか、よし、ぜひねやってみていただきたいところでございます。んー、あ、ちょっとあいつ踏んでワンアップしたかったんだけど、すごい空振ったわ。ディ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 、まあ、残機7。全部のステージ。まあ、さっきも言いましたけど、全部のステージをくまなくやっていこうと思います。スイッチ。カッパ山黄色スイッチ。てれてれれれ、お。これでまた残機が増えるな。コイン取り放題。まあ、せっかくなんで。もうこれだけで3機上がったぞ。よし。で、ここのスイッチを押しに行きましょう。スイッチの宮殿、あなたが押したスイッチによる力で、ふんふんが、びっくりに変わり、ここまでのコースは記録できます。まあ、ここ、なんのこっちゃって話ですけどね。ふふ。ジャリジャリーン。まあ、やったことある人は分かるでしょうけどね。ステージの、まあ、ステージに変化が起きるという。
まあこればっかりは説明しがたいものが。よし、はい、ここ。あ、今のですね、ここ本当は、あ、これ先にこのステージやった方が良かったんじゃないのか。黄色ブロック。ふう、助かった。僕ヨッシークッパに捕まった。仲間を助けにお城へ行こうとしたら奴に卵に閉じ込められたんです。ひらがなばっかりやな、ひらがなばっかりで読みづらい。よし、グオー。黄色いボタンはジャンプ、赤ボタンはスピンジャンプ。上の岬も踏めて大きいマリオならブロックも割れる。ヨッシーから降りるのも赤ボタン。これ赤とか黄色とかあるけど、これスーファミのコントローラーじゃないと何のこっちゃかわかんないけど、今回なんかスーファミのコントローラーも発売されるらしいっすね。スイッチ対応のスーファミ、無線スーファミコントローラー、ちょっとこれも買わないとね。ここにあるのは中間ゲート。ここのテープを切っておいたら続きはこの辺りから始まります。はい、中間。おう、スーファミコントローラー通販かな、店で売ってるんですかね。ピッピケピッピケピッピピ。お、よし、置いていかないといかんやん。ドラゴンコイン、おーし。これ木の実もなんか食い続けたら何かいいことがあった気がする。これさっきの黄色スイッチの押しておかないと、これ点線でブロックが存在しないんですよね。押さないとここも落ちちゃうんですよね、点線状態で。スイッチを押すとここにブロックがスイッチ、ん?ステージに出現するというやべ、改めて説明するのはなかなか難しい。あ、どっか土管入れるところが、おお、これはこの青ブロックで、やべ、外れる。なんだあれ。オッケーオッケーオッケー。ワップ、こんなん使わんでもヨッシーでいいじゃんって話しなきゃ。これだけか。ティッティン、おーし、ブルブルを撃破し、これ確かスーファミのマリオワールドはさ、これ踏んだ後すぐヨッシーで食べたらスイッチが無限に使えるっていう噂があったと思ったけど失敗しました。ダーン、29点。なんだっけな、これが100まで、100点までいったらね、確かワープするはと思ったんだけどな。よ、スタートコース3、これな、何ブロックっつったっけね。ワンポイントアドバイス、大きなコインはドラゴンコイン、さっき言いましたね。一つのコースで5枚取るとマリオ1人プレゼント。5枚ってひらがな5枚、数字でかかんのか。黄色スイッチを押していると今ステージのね、ステージの難易度が下がる。ティディディンディン。黄色スイッチ、まあこういうあえて押さないでプレイする縛りプレイなんかも面白そうですけどね。ウィン、何リフト。あー、やべ、あー、スイッチ、おお、もうちょい助けれたのにダメやったわ。またヨッシーとはいずれ会いましょう。あれ、これなんだ、入れた、ちょっと覚えてないあー、結構覚えてないところもあるからな。てん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 、よし、敵を踏んだときジャンプボタンを押し続けていると高く跳ねます。水面では上に木を入れていないと高くジャンプできません。水面では、まあ今時でいうチュートリアルですよね。これも
この時代からもうチュートリアルを取り入れているという、これおお。デンテデンテデンテデン、これずっと甲羅持ってるけど別にいらんか。これなんだっけ、これ星なんだっけな、このブロック、ちょっとな覚えてない。なんか条件を満たすとワンアップとかがもらえたと思ったんですけど、ちょっと覚えてないですね条件。よし、お甲羅持ってるとゴールした先にアイテムになるわ。これでフラワーストックして、食らってもまた食らっても、あのストックのフラワーで何一回は大丈夫語彙力が、あ、おぶねー、びっくりした。水面で上をしながら、あ、上をしながらジャンプ、上を押さないと、上を押さないと飛べないってことやな。でん、よいしょ。なんかあれは確かね、さっきのトゲトゲも、おうおうおう、ソンボ、あのトゲトゲもヨッシーで食べれた気がするな。ワンポイントアドバイス、一度クリアしたコースのスタートボタンを押して、はいはい、スタートセレクトで戻れますよってやつね。いっ、くそ、意外とね、意外と食らっちゃう。テンテンテンテテンテン、ちょっとねマリオメーカーと若干操作性が違うんですよねこれ。あ、そうそう、これ2個同時にアイテムを持つことができます。これなんだ、スターか、ちょっと待って、マリオメーカーよりね動きが軽いかもしれない。どっちかっていうと動きすぎる、動きが軽すぎて制御がまあ微妙な違いですけどね、そんなそこまで極端には変わんないですけど、ゴールのロープを切った時ボーナススターがもらえます。それが100集まれば、あ、ボーナスゲームか、100ポイント点数が集まるとボーナス、あ、なんかあったね。よし、さあ早くもヨスタ島の城、ワールド1の城まで来たよ。残機は20、ノーミスでここまで、まだねミスはない、ノーミスでいけるのか。ジャンプ中に植木入れると金網につかまれます。はい、これでパンチもできる。裏側にいるやつをこの YY で殴って倒すことができる。あ、スイッチでハテナブロック叩きたか。ドゥンドゥン、そしてこれ金網で持ち運ぶこともできるんですよね。うわ、これ押してくるかな。よしよしよし、じゃあ行くか。これで開閉ドアがくるくるくるってね、表と裏に行き来ができます。お城の中にはヨシの仲間が捕まっている。クッパとの戦いは溶岩の池への落とし合いだ。ヨッシーの仲間が城に捕まってる設定でしたっけ？強制スクロール、そして巨大な何木が降ってくる。どんな仕組みなんだろう、結構えげついクッパも一発で死んじゃうんじゃないのこれ、潰されたら。何気にすごい。お、お、でも意外と短いな。よし、さあボス、
落とし合い、落とし合い、おらおらおら、あぶ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 、おっしょい、ちょっと待って、こっちに来て、おっしょー、ファイヤーがやると楽よな、ティティティンティン、踏んだりファイヤー当てるとズズズって下がっていくから、それで落とすと、まあまあまあここまではさすがにね余裕っすね。センキューセンキュー、卵で喋っとるわ。ヨスター島のお城で最初のコクッパを倒したマリオたちはクッパの魔法で卵にされた仲間を助け出し、ドーナツ平野へ旅立つのでありました。はい、ワールドニエ、ワールドニエ行きます。もうこの時点で録画時間が17分、ワールド1個まあ区切るかな、記録して続ける、区切ろうか、ディリリディンディンディリリリ、まあね、それじゃあ一旦ここで区切ります。ありがとうございました。よいしょ。